今節、節間連勝あり、ツデの初優勝がかかったレースです。ここまでエンジンの手応えはいかがでしょうか。そうですね、前傾にもらった時からターンの足の感じはいいんじゃないかなと思ってレースに出たんですけど、ギアケースとかいろいろ調整して足的には納得の足になってると思います。ご自身でも納得がいくというところですが、優勝戦のさらになる上積みはどこかお考えでしょうか。今日の準優は、朝から雨とか降ったり気圧とかがちょっと下がってて、はい、回転が足りなかったんでチルとゼロに跳ねてたんですけど、明日また気象条件が変わると思うので、チルとゼロかマイナスかどっちか考えて、他は触らずにそのまま行こうと思ってます。はい、わかりました。準優勝戦ではトップスタートも決まりました。ここまでスタート見え方はいかがですか。ずっと追い風昨日まで吹いてたんですけど、今日向かい風吹いて前半はちょっとタイミング遅れてしまって、難しいですけど、風向き次第で、調整が必要だと思うんですけど、集中していきたいと思います。はい、優勝戦堂々の1号艇でのレースです。ファンの皆さんへのメッセージをお願いします。今節はついていると思うので、月が明日まだ残っていれば優勝できると思います。頑張ります。前節優勝の良い流れを今節にもつなぎました。1日目には連勝でもスタートしています。まずはここまでのエンジンの手応えいかがでしょうか。そうですね、中堅ぐらいだと思います。乗り心地はいかがですか。すごい風が吹かなければある程度来てます。特にアピールできるポイントなどありましたら教えてください。合ってる状態なら回った後は回転の上がりとかいいと思います。それでは優勝戦の調整はどのあたりお考えでしょうか。そうですね、ちょっと今日回転ずれちゃってたのでいい状態のところまで戻したいと思います。はい、わかりました。約半年ぶりの都の水面です。節間お天気の変化などもありましたが、ここまでスタートの見え方はいかがでしょうか。ある程度は進入乱れなければ大丈夫だと思います。目標設定ありましたら教えてください。ちょっとプレッシャーかけれるぐらいはしっかりいきたいと思います。はい、わかりました。優勝戦は2号艇でのレースです。ファンの皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい、明日もしっかり頑張ります。お願いします。まずはここまでエンジンの手応えからお願いいたします。はい、いいと思います。いいと思う。特にどこがいいでしょうか。特に、全体的にいいです。全体的に、はい、乗り心地はいかがですか。乗り心地ちょっとなんとかなると思うんですけど、ちょっとしっくりこないとこもあるんで明日は頑張ります。はい、では残す調整、特にこのあたりというのがありましたら教えてください。いや、もう特にないです。はい、わかりました。現状キープという感じですね。はい、はい、ここまで早いスタートも決まっています。約半年ぶりのツのレースですが、スタート見え方いかがでしょうか。そう、いや特に他の譲渡も変わらず、はい、いつも通りできてます。ではもう体感もしっかり合ってるという感じ。はい、わかりました。はい、優勝戦は3号艇でのレースです。勝利への意気込みをお願いいたします。はい、優勝できるように頑張ります。応援よろしくします。勝利で幕を開けました今シーズンです。まずはここまでエンジンの手応えいかがでしょうか。前傾から全体的に余裕があっていいエンジンだと思います。特にアピールできるポイントどこでしょうか。昨日までは直線寄りやったんですけど、今日ちょっと回らなくて叩いて、今日は回り足とかがちょっと良かったのかなと思ってます。はい、では優勝戦に向けてさらなる上積みもお考えですか。そうですね、明日1日、もう1回伸び方試してみてちょっといろいろやってみようかなと思ってます。はい、わかりました。変わってスタートです。早いスタートもしっかり決まっていました。ここまで見え方はいかがでしょうか。ちょっと早いのは人についていってるようなスタートが多いんですけど、そんな大きく遅れるような感じはないんで、そこそこいけてるかなと思ってます。目標ありましたらお願いします。一定心から10の間いけたらいいかなと思ってます。はい、わかりました。優勝戦は4号艇でのレースです。ファンの皆さんへのメッセージをお願いいたします。頑張ります。応援してください。初日から3連勝決まっています。前節玉川に続いての優出となりました。まずはここまでエンジンの手応えいかがでしょうか。エンジン的にはそうですね、直線普通でしっかり出足と回り足は自分の好みに合わせられたかなと思います。乗り心地はどうですか。悪ないですね。はい、はい、
では優勝戦へ向けてのさらなる上積み、どのあたりお考えでしょうか。ね、その辺直線も回り足とかもそこ全体的に上積みしたいなってところなんですけど、まあ、明日の気象条件と相談しつつ、はい、ありました。お天気も見ながらというところですね。ここまでスタート感はいかがですか。そうですね、起こしで遅れちゃってるレースも何個かありますし、早起こしするとやっぱり2は早いイメージなんで、ちょっと思い切ってはあんまりいけてないですね。目標設定ありましたら教えてください。全速10で、はい、わかりました。優勝戦は5号艇でのレースです。勝利への意気込みをお願いいたします。しっかり展開ついて優勝できるようにしっかり走りたいと思います。勝利でスタートしました今節です。まずはここまでエンジンの手応えからお願いします。行き足中心に劣勢です。乗り心地はどうですか。乗り心地だけはいいですね、はい。では優勝戦への調整も乗り心地をキープしたまま調整するという感じでしょうか。そうですね、乗り心地を求めたいんですけど、やっぱ優勝戦は優勝だけ目指していきたいんで、伸びがつくか分かんないですけど、朝から、プロペラで伸びを求めて、それでももしダメだったら、はい、乗り心地中心に調整します。はい、分かりました。ここまでスタートもしっかり早く決まっています。手応えはいかがでしょうか。スタートは、はい、いけています。もう勘通りバッチリ。はい、はい、わかりました。優勝戦は6号艇でのレースです。ファンの皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい、大外から穴開けたいと思います。応援お願いします。